湖北省では連日の大雨とダムからの放水によって随州市琉林鎮が冠水し家屋や工場が流されました当局は21人が死亡し4人が行方不明と発表しましたが現地住民は犠牲者はもっと多いはずだと話しています放水による洪水が起きる前現地政府が住民に警報を発しなかったため被害が拡大しました湖北省のメディアは 8月12日午前2時40分ごろに、随州市で降雨量が増加し、その後1時間も経たずに、流林鎮で洪水による冠水が発生して、家屋や工場が流されたと報じました。鎮内の冠水部の水深は平均で3.5メートルに達し、最も深い場所で5メートルを記録しました。現地政府は今回の大雨で、流林鎮では約8000人が被災し、21人が死亡、 4人が行方不明と発表しました一方で竜林鎮の住民は新東人テレビに対し気象部門はその日の天気を小雨と予報していたため洪水が発生するとは思ってもみなかったと話しています水があっという間に押し寄せました家から逃げていなかった人は逃げられる高所もなかったので見る間に水が溢れました 陳の幹部が警報を発し通りから何度か呼びかけたのですが聞こえなかった人もいたでしょうあの時は雨がひどくて声が届かなかったです主さんは警報は洪水が陳に来る30分前に出されその時は深夜だったため住民に聞こえなかったのだと話しています政府には責任がある 彼らは数百人、数十人を組織して各戸に派遣し、ドアをたたいて、洪水が来ると知らせるべきでした。たったこの程度の広さの町、2キロメートルほどの大して大きくない町です。一軒ずつドアをたたいたり、サイレンを鳴らしたりするだけでよかった。2、3人が道路で叫んでも聞こえない人がいるはずだから。のは、 12日の深夜に鎮の1階部分が浸水し、平屋の家の人はそのまま溺死してしまった。ある家では一家4、5人が死んでしまい、水に流された人もいたと話しています。鉱山鎮で缶詰工場を経営する張さんは、鉱山鎮も深刻な被害を受け、洪水が深さ2メートルに達したと話しています。川の両岸沿いにあった缶詰工場はすべて浸水し、深刻な損失を被りました。 ある経営者の被害額は100万元約1700万円を超えました彼らの工場は低い地形のところに位置し水位よりも低かったのです機械類は重いので移動が間に合わなかったのです豪雨だった上、鉱山鎮の琵琶湖から放水が行われたために洪水が起きたのです長さんは 高山鎮中心小学校の浸水被害が最もひどく、水深が数メートルにも達して、フェンスも流されたと話しています。水は引いたものの、住民は今も泥の撤去作業を行っています。NTD ジャパンがお伝えしました。